おはようございます。おはようございます。出場の願いをした時に誰ぶっ倒せば優勝できるんですかって話を覚えてます？覚えてます。誰をぶっ倒すことにしました？その時は、あの、そうです、はい、沖田守をやっつけるって言いましたね。言いました、はい。でその上でやっぱり初出場、初優勝を狙ってらっしゃる？もちろん狙ってます。ただね、緊張しすぎて寝れなかった。はい、嘘でしょ。いや、本当寝れなかったです。いやー、もうこの憧れの舞台にね、立たせていただけるっていうのは、もうずっと夢にも見てたし、先輩方の背中をずっと見てたので、はい、次この会場に来るときは、もう選手としてしか行かないっていうのを決めてたんで、去年とか会場に来てないんですけど、はい、でもそれがもう、叶ったのはすごい夢みたいですけど、まあね、この雰囲気に飲まれることないよう頑張っていい魚を持っていきたいと思います。はい、その思いをじゃあ魚に変えていただきたいと思います。沖原宏司選手です。拍手でお送りください。